はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、そして、はじめまして、大村一郎です。随分作ってきました、こちら。海賊戦隊ゴーカイジャーのゴーカイマシンシリーズ。こちらが、ガオライオン、バトストライカー、マジドラゴン、そして、トライドローン、これは違いますけどね。はい。これはおまけとして。はい。で、今日は、1、2、3、4つ目の豪快マシン、忍風戦隊ハリケンジャーの大いなる力風来丸を作っていきたいと思います。風来丸は2つで1セットとなっています。こちらが風来丸 A で、こちらが風来丸 B となっております。どちらもグレーとグリーンのランナー1個ずつ、 B もそうですね。それからシール、こっちもシールですね、っていう組み合わせになってます。はい、それでは作っていきましょう。完成いたしました。こちらハリケンジャーの大いなる力風来丸でございます。背中の大きな手裏剣が回るようになっております。これはね、ハリケンジャー本編ではハリケンジャーの旋風陣とゴーライジャーのゴーライジン2つを合体させる、合体させる天雷旋風陣だったかな、を合体させる中間パーツ、天雷旋風ゴーライジンかに合体させる、こうつなぎのパーツの役目をする、ね、忍びマシンでした。はい、かっこいいですね。もうここぐりぐり動きます。もうここもこうやってこうね、忍者っぽいポーズが忍者っていう感じでね、はい、動きます。なんかあれですね、ジェイデッカーのシャドウマルみたいな感じですね。はい、では早速ね、この風来丸を使って彼とハリケーン豪快王に合体してみたいと思います。はい、豪快王はこちら、いつものように合体準備状態にしておきます。で、この海賊帽もちょっとなんか取りづらい、海賊帽も取っておきます。では風来丸を分解していきます。頭の全部分解します。頭の通り、首の通り、足も、はい、引き分けます。はい、分解できました。オーブです。角を開いて、この風来丸の顔を、隠します。はい、で、これがハリケーン豪快王の顔になるわけですね。はい、では腕の変形ですね。この小型の手裏剣を全部、あ、開くのか。開いて、ここに取り付ける。こういう感じですね。で、まあ、ボディですね。ボディが他についていたこのパーツを外し、太ももの部分を前にですね。で、足のこの付け根をぐっと後ろに回し、背中についていたこのね、豪快王とジョイントの部分ですね、これを前に持ってきます。はい、そしたら今度は足ですね。ミニ手裏剣をこうですね、こうやって引き出して、太ももの後ろに倒します。で、この手裏剣の部分をこうやってこういう感じな。こちらも同様に引き出して倒して、こうですね、
豪快音を合体していきます。まず足の部分がつきました。じゃあ次腕行きましょう。はい、腕がつきました。では最後、こちらフライマーではこうぐるっとひっくり返して、豪快用の胸部につけます。はい、最後はこのネットパーツをつけてできました。完成です。ハリケーン豪快用でございます。すごい迫力ですね。もう前から見ても伝わると思うんですが、横から見るともうね、ミョーンとこうね出ております。はいね、忍風が出ておりますね。で、このフライマルの武器のこのね、よく回る大型手裏剣はこちら、豪快王に持たせることができます。もうね、こう基本的にね、大いなる力と合体した時はもう関節とかね、可動はほぼねし、なくなると思って差し支えないでしょうね。腕はもう絶対動かないですし、ね、はい、まあ膝はね普通にこう曲がりますけども ね、 ね、はい、こんな感じでございます。ハリケーン豪快王でございました。今回はハリケンジャーの大いなる力、風雷丸とハリケン豪快王をご紹介しました。いよいよ次回はですね、最後の大いなる力、豪快ジャーじゃなかった、豪音ジャーの大いなる力、エンジンマッハルゴンと、豪快王の最終合体形態、完全豪快王をお届けしたいと思います。また見てね。